皆さん、こんにちは。年末いかがお過ごしでしょうか。今回の動画は年内最後ということで、ちょっと変わった企画をやりたいと思います。それでは横浜駅からスタートです。これから東京に行くのですが、東海道線に乗るわけでもなく、京浜東北線に乗るわけでもなく、今回は特急は魔界事号を使います。しかも特急料金250円で乗れてしまいます。なぜかはこの後説明します。ということで、185系がやってきました。車両は B5 編成です。それでは、出発です。さて、本題のなぜ、浜海事号が特急料金250円で乗れるのかというと、新横浜駅で新幹線に乗り継げば、特急列車の料金が半額になるという制度です。普通の特急料金は510円ですが、その半額の250円で乗ることができるということなんです。おはようございます。お待たせいたしました。本日も JR 東日本をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は特急浜海事号横浜線経由の松本駅でございます。ただいま7時51分横浜駅横通りに出発しました。それではこの先停車する駅と到着時刻をご案内いたします。次は新横浜です。新横浜8時2分町田8時19分橋本8時30分八王子8時41分です。八王子を出ますと中央線に入ります。中央線最初の駅は大月です。大月9時15分、勝沼武道橋9時37分、円山9時41分、山梨9時46分、伊沢温泉9時52分、途中甲府には9時58分に着きます。甲府を出ますと稲崎です。稲崎10時8分、小淵沢10時29分、富士見10時36分、茅野10時46分、上諏訪10時52分、下諏訪10時57分、岡谷11時1分、塩尻11時10分、終点の松本には11時22分に到着です。各駅でのお乗り換えはその都度ご案内をいたします。続きまして車両のご案内です。浜海事号は6両の編成で運転をしております。前から6号車、5号車の順で、一番後ろが1号車です。指定席は6号車、5号車、4号車と1号車です。自由席は3号車と2号車です。浜海事号は全席禁煙車で運転しております。撤去を含めまして車内は禁煙です。ご協力お願いいたします。各車両出入り口付近ご案内がございます。お間違いのないようにご利用ください。洗面所、トイレは1号車、2号車、4号車の前寄りと6号車の後寄りでございます。洗面所、トイレは1号車、2号車、4号車の前寄りと6号車の後寄りにございます。公衆電話はございません。あらかじめご了承ください。お客様にお願いをいたします。携帯電話、スマートフォンご利用の際はデッキにてお願いいたします。ご協力お願いいたします。
また花川事故各駅の停車時間短くなっております。ホームでのお買い物はご遠慮ください。また飲み終わりましたジュースの空き缶、ペットボトル、またゴミにつきましてはお席のお立ちのせいで結構です。デッキ、その屋敷の靴物に寄せていただきまして、綺麗な車内で快適なご旅行できますよう、ご理解ご協力をお願いいたします。各駅降りの際、網棚、座席の周り、帽子掛けの旅行確かめの上降りください。担当車掌、相模原ウィンター、メトリノミアです。途中八王子までご案内させていただきます。よろしくお願いいたします。車掌室は一番後ろの1号車となります。なお、車内で精算する場合、交通系 IC カードがご利用いただけます。どうぞご利用ください。車内精算の際は、交通系 IC カードをご利用いただけます。どうぞご利用ください。でまた、浜川地方、指定席ご利用のお客様で、懸命に含まれました座席ご利用のお客様、車内改札を省略しております。指定席でお持ちのお客様で座席を移動されたお客様と指定席ご利用のお客様、後ほど車掌をお伺いいたします。特急券の確認会見をさせていただきますので、ご協力をお願いいたします。特急浜川地方横浜線系の松本行きでございます。次は新横浜に停まります。新横浜に到着いたします。6番線到着、お出口は右側です。横浜線各駅停車と東海道新幹線横浜市営地下鉄線は乗り換えです。新横浜の次は町田に停まります。新横浜駅に到着しました。電車を見送りたいと思います。浜海寺、またの機会に乗車したいです。それでは東海道新幹線のホームに行きましょう。撮影日は帰省ラッシュの時で、新幹線も大混雑でしたので、10分待って、小玉号に乗車したいと思います。
チャンネルではまだ東海道新幹線の車内の紹介をしていなかったと思うので紹介します。というわけで、列車は帰省ラッシュで大混雑の東京駅に到着しました。いやー、ホームにはたくさんの人で溢れ返っていますね。の修学旅行以来の東海道新幹線乗車でしたが、楽しかったです。ということでいかがだったでしょうか。今回の割引を応用すると、新横浜から松本方面に向かうときはかなりお得かと思います。2018年内の動画はこれで終了です。また2019年もよろしくお願いします。元旦にも動画を出しますのでよろしくお願いします。それでは良いお年をお過ごしください。